今回は視聴者さんからお借りしたタフトグレード G ターボ FF モデルで高速道路での時速60キロから80キロ燃費チャレンジをお届けしたいと思います。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんです。こちらでは気になる車を買って乗って売るまでをコンテンツにしているチャンネルです。新車購入の参考にチャンネル登録よろしくお願いいたします。タフトグレード G ターボ FF モデルの高速道路での燃費走行はどうなんでしょうか。グッドデザイン賞と燃費は関係ないと思います。驚きの結果があるのでしょうか。では高速道路での燃費チャレンジの動画です。はい、阪神コース3号を乗って約30キロぐらいの区間を神戸の京橋から尼崎のパーキングエリアまでの燃費を測っていきたいと思います。時速60キロから80キロの区間ということで、その場合の燃費がどこまで伸びるのかっていうことを確認するために測りたいなと思いますので、よろしくお願いします。ではトリップ中か平均燃費のやつをこれ一度削除して、と走行についてはアダプティブクルーズコントロールで法定速度に合わせて運転していこうと思います。はい、今 ETC をくぐって高速の方を入っていこうと思います。さあ合流地点ありました。今日は比較的空いてるようです。ではクルーズコントロールセットします。で燃費計、平均燃費しか、この車タフトの場合は、ついていませんので、瞬間燃費、いつも通りの瞬間燃費をお見せするのがちょっとできない状態です。速度としては今のところ70キロで、設定しておきます。さあいつものこのコース、いろんな燃費を計測しています。これまでにヤリスクロスだったり S660 モデュール X、 そしてスイフト、アウトバック、 X ブレイクで、あとジムニーも同じようにここで計測しております。もし他の計測結果が気になる方は、プレイリストを、概要欄につけておきますので、そちらをご確認ください。今回それも順位をつけて計測しておりますので、今回のこの最新の燃費計測した後、ラストにどういう感じで平均燃費が出ているのかリスト化されています。順位をつけていますので、よかったらそちらもお楽しみにしていてください。今日は本当に混んでいないので、すごく順調な滑り出しだと思います。だいたいいつもこの辺の道になると、真山で結構混んでいることが非常に多いので、まあ初めは燃費で考えると結構出だし伸びにくい感じになってるんですけども、今のところ幸い結構伸びています。今 19.1 と真山でなりました。さあ最終どこまで伸びるか測っていきたいと思います。この辺りの道は阪神の3号なんですけども、交通量が比較的やっぱ多いところです。今反対車線見てるとかなり渋滞しております。でこれまあ神戸から大阪に向かうのに一番適した高速だと思うんですけども、場合によっては前から5号の湾岸、阪神の湾岸線を乗った方がまあ早い時もあります。まあこのような感じで今結構トラックとかは追い越し車線で、ぐいぐい法定速度以上の速度でだいたい流しているような感じで走っておられます。この2車線区間は基本的には60キロの、速度が走行速度になるんですけども、まあ流していく上で一応前車がある状態ではだいたいアダプティブクルーズコントロールはだいたい70ぐらいには設定しておきます。そして3車線になる西宮以降ですね、だいたい甲子園を過ぎたぐらいから、3車線になるので、向こう側か、向こう側過ぎたぐらいからなるので、その辺ぐらいから80キロ区間という風になっております。
80キロ区間になると比較的燃費も伸びやすいなというふうになる場所なので、実際、パーキングエリア、尼崎のパーキングエリアまでどれぐらい伸びるのかっていうのを、この動画では結構検証しております。はい、ただいま、6.5 キロでだいたい 23.2 と平均燃費が出ております。これ結構伸びそうやな。確かカタログ燃費がこちら、多分これ今回カタログ燃費よりかなり伸びるような気がします。うわ、警察なんかあったんか。この間、内外装の、動画も、撮影をしていたんですけども、このタフトについてちょっと気づいたところを何点かお伝えしたいと思います。ボンネットを開けた時にこの車結構意外とエンジンの音が、そんなに車内に入りにくいなと思ったら、結構ボンネットの上に分厚い遮音材の、シートが貼られておりました。そのおかげやとは思うんですけども、車内に入ってくる音っていうのは比較的少ないのかなというふうにも感じました。まあ一番上のグレードであっても200万円台を切る値段帯で、そのような感じで、遮音にこだわってるっていうのは結構すごいなというふうに感じております。事故か、隣のレーンじゃ、対向車線、結構騒がしい感じになってました。安全運転で行きましょう。おっと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 。アダプティブクルーズコントロールの設定についてはちょっと僕ずっと思ってるんですけど、各メーカーとも操作性共通にしてほしいなと思います。例えばスバルだったりするとアイサイトを設定する場合はもうボタンを押した時点でアイサイトの設定が入ります。ホンダもそうか、ホンダもそうやったし、このダイハツもそう、スズキもそうか、スズキについても同じやり方か。アイサイトだけがそう考えたらやり方違うのか。まあでもここの操作感はなんか企画で統一してほしいなというふうにも思っております。なんか目的一緒やに操作の仕方が各社違うっていうのはちょっと思うところはあります。はい、今約そうですね10キロ超えたところで、燃費、平均燃費の方が 27.2 となっております。すごいな。まあ SUV のイメージを持った車としてはかなりの燃費の良さかなと思います。車重も、かなり軽い車なので820から840ぐらいやったかな。でまあこれで今人も僕一人だけなんで、このような感じで伸びてるのかなと思います。この、燃費走行については実は毎回、2種類、作らせていただいております。60キロ80キロ区間っていうのと、80キロ100キロの時速の区間で測定しております。で80キロから100キロの区間については山陽道実際に乗って、三木のサービスエリアから辰野西のサービスエリアまで実際に測っております。それは約50キロの区間を走らせています。今警報が入りましたね。車線逸脱の警報です。だいたい10秒何も触らずおるとだいたい出ることになってます。でこちらのアダプティブクルーズコントロールの場合はセンター位置がないので、車線左右2点を、計測してやってるんですけども、結構この車線の中を左右に行ったり来たりしながら動いてるような感じなんですよね。なのであまりこの制度を求めた自動運転チックなイメージで乗られるとんって疑問に思うことがあるかもしれません。なのでできる限りしっかりハンドルを持って操作をしているようなイメージで運転しはった方が安全にもいいと思います。はい、今西宮ぐらいで約、15キロ過ぎるぐらいのところですね。
こちらで今平均燃費の方が 29.2 と出ております。エンジンの回転数でいうとだいたい今1500を維持しながら時速70キロを維持しているようなイメージになっております。さあさあ安全運転でいきましょう。だいたい他の車この今の時速60キロ区間であれば80キロから90キロぐらいでだいたい皆さん飛ばしているようなイメージですよね。今追い越し車線見てもらうと分かると思うんですけど、ビュン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 抜いていかれます。もう少しで名神に抜けるジャンクション、西宮のジャンクションを過ぎるところです。まあ他の車でも同じ設定で基本的には運転していますので、あまりその設定を変えてまで運転するつもりはありません。お、今平均燃費の方が30キロを超えました。もう結構割り込んできた。今アダプティブクルーズコントロールもちゃんと認識しております。甲子園が前方に見えてきました。そこで今約18キロの状態で、平均燃費が 30.4 となっております。かなりこれは優秀な燃費が出るんではないでしょうか。もう少しすると3車線のエリアに入ってきます。そこからだいたい時速80キロの区間になりますんで、80に設定していくとどれぐらい伸びるか、楽しみです。基本ここのコース後半になれば燃費が結構伸びやすい区間になってきますので、この、平均燃費がどこまで伸びるか楽しみにしたいと思います。しかしでもこの突き上げが意外と気にならへんのに、結構長距離でも乗りやすいなって毎回乗っていて思いました。さあさあさあ、こっからです。ここの合流地点を過ぎると3車線になります。なので、左車線に移ります。では時速の方をこちらを80に設定して運転していきます。尼崎西を今過ぎた時点で平均燃費が 30.5 となっております。この辺ほんま俗に言うネズミ捕りめちゃくちゃ多いです。僕も昔何年前だ、4年前ぐらいに一度ここでネズミ捕りに引っかかりました。その時に引っかかったのが約90キロの時速で走っていた時に、ここで捕まりました。はい、今尼崎のパーキングエリアの標識が出てきましたので、あと 1.1 キロ、さあ実際どこまで、伸びていくか楽しみにしたいと思います。だいたい今80キロ、時速80キロの状態で1700回転かとなっております。ちょっとタフトについてはこの回転数は燃費に関しては相性が悪いかもしれないです。さあ到着です。着きました。止まるまで計測は続けます。はい、さあ今日は混んでるでしょうか。今日はまだ空いてる方かな。はい、到着です。燃費出ました。 30.5、 かなり優秀な燃費だと思います。他の車と比べると順位にしたのがこちらになります。はい、ハイブリッドでもないのにここまで燃費が伸びるっていうのはすごいんじゃないかなというふうに感じました。操作していても特に不満等はないのですが、唯一不満となる部分で言うとアダプティブクルーズコントロールのハンドリングが少し違和感あるかもしれません。ただこの価格帯でこの機能がついて安全に運転できること自体はすごいことだなというふうに思っております。はい、以上です。このチャンネルでは車についていろいろ調べています。他にもいろんな車を紹介させていただいておりますので、よかったらそちらもご覧ください。このチャンネルが面白そうだなというふうに思った方はチャンネル登録とこの動画の高評価いただけますと幸いです。車を買って調べてみたチャンネルのヒデさんでした。